やばい。やばいやつばっか来る。始まりました。月曜金曜10時かしこの部屋でございます。今日は奈良にまつわるニュースをここから調査員が紹介して少しでも奈良に興味を持ってもらおうという内になっております。今回のニュースは、お、あれもまた新百景ですね。じゃあ、愛ちゃんに教えてもらいましょう。お願いします。こんばんは。あら、どうもこんばんは。心の人気調査員、はい、アイちゃん再びです。改め、アイちゃん改め、アイちゃん改め、はいはいはい、どうぞ。ピーちゃんです。どこにもないやん。ピーの要素がアイピーとかってたまに呼ばれますか？呼ばれ、呼ばれ、聞いたことないやね、それ。アイピー何しに来たの、アイピー。いや、あのね、またまた変わったガチャガチャを。またはい。ガチャガチャゲットしてきた。ゲットしてきたので。あら、カツコさんに早速。はい、お願いします。いい覚えだね。あららら、ここもやっぱりね、種類がいっぱいありましたからね、ね、まずね。今回何ぞやと。いろいろですな。いろいろありますけど、今回はこの。スノードーム。わかりますか？奈良の鹿スノードーム。ああ、そうですか。400円入れるだけで、うん、なんとスノードームが手に入る、うん。スノーのイメージがね、ないですけどね、奈良ってあんまりね。ああ、スノードームですか。これはあんまりまあ見ないですね。ちょっともう今回、はい、私作らせてもらいました。あ、作るタイプなんよ。すごいですね。今回鹿ちゃんですね。鹿と大仏殿かな。そうですね、鹿と大仏殿。2匹の鹿ちゃん、そう、来てくれました、かつこの部屋に。女の子鹿、ありがとう、ありがとうね。ワンワンワン、はい、ブブー。違いますね、鹿だな。鹿ですね、はい。こんばんは。あ、どうもこんばんは。来てくれたね、ありがとうね。私の名前は小鹿の、うん、みーちゃん。みーちゃん、あ、もう一人は、うん、これママ鹿の、うん、まあまあちゃんです。せめてみーみーちゃんにしてあげたかったね。まあまあちゃんなんだから、ね、そうね、そうなの。私たち、はいはい、スノードームに詳しいのよ、うん。あ、そうなの。何？スノードームって、うん、これいつできたか知ってます？あ、始まり？そうよ、1878年パリ万博で生まれたのが最初です、うん。あ、そうなのね。140年以上の歴史が実はスノードームにはあるんです。日本で土産として売られるようになったのは、うん、昭和30年頃かな。そうなんや。今日はスノードームの正しい遊び方を教えていくよ。あ、ありがとう。教えて教えて。カップヌードルの上に置いてね。あー、蓋？蓋代わりに置いてね。あー、まあまあ、意外と使うか。案外、必要だよね。続いて。はい。ランニングしてる時に持ってね。あー、常に綺麗みたいなってこと？そう。奈良マラソン出る方にもおすすめ。うわー、これは、うん、実際あると思います。あとはね、はい、こう見てもらっても、うん、裏があるやん。はい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 、ちょっとね、リングを入れたりとかね。あー、一手間加えて。そうですね、なんかそのアレンジしてオリジナルにもできられるしね。いいですね。うん、あれしいや、ほんならさ、もう、大きいサイズのやつを買って、あの、かぶる。かぶるの。で、ああ、いいね。愛ちゃんが、愛ちゃんはもう死ぬまでスノードームの中に。あ、じゃあ、ね、本当にスノードームとして死んだ男、みたいな。そうそうそう。スノードームの中の。うん。でも、動くたびにもうキラ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 していいじゃん。いいね。うん。近代一少年事件簿だね。どういうこと？
どういうこと？そんなのありそうじゃん。え、よく見たら老人魚じゃなくて本物のアイちゃんだっつってだからまあいろんな使い方があるけど、うん、もう何よりもやっぱり机の上とかね、うんうんうん、置いて、うん、ああもう一回奈良行きたいなって大人になってから奈良に来てくれるっていうのが嬉しいかな、うんうん、そうだね。みんなにじゃあアピールしとこう。あのみーちゃんとマーマーちゃんとムームーちゃんとメイメイちゃんのあのスノードームのアピールしとこう。ふぅ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 ピピピピピピ訳します。はい、またね。買ってね。だからを、奈良好きの人買ってね。今日はちょっとこんなところで会話してもらっていいですか。ありがとうございました。すみません。はい、ありがとうございます。ということで、奈良の鹿スノードームのガチャガチャをご紹介いたしました。本当にね、なんか手作りっていうのもね、なんかいろいろできたりしそうで面白いですよね。また皆さん見かけたらやってみてはいかがでしょうか。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。